予約してたんですけど、ちょっといろいろあってできなくなっちゃって。びっくりマークさん、とっとありがとうございます。ちょっといろいろあってできなくなっちゃったので、すぐ終わりますね。今急いで帰ってきたんですけど。こんばんは、ミキアさん、タコありがとうございます。前髪がボソボソになっちゃった。ランゲランヌさん、かわいい、ありがとうございます。リカちゃん、ありがとうございます。あんちゃん、ありがとう。いちご、あやかちゃん、かわいい、ありがとう。あら、来てくれたの、ショールーム、嬉しい。みきやさん、とっとい、ありがとう。髪がボソボソ。きょっちゃん、お疲れありがとうございます。レッスン、そう、なんか予定がちょっといろいろ狂ってしまったので、時間通りにできなかった。髪色を変えてないけど色落ちしたのかな。こんばんは、まあ、こんばんは、こんばんは。あんちゃん、かわいい、ありがとうございます。あとあれですよね、6時から配信あるよね、多分。先輩方があると思うんですけど、なのでそれまでに終わった方がいいよね。しわいさん、ありがとう。ゆきね、そうだよね。りえちゃん、ありがとう。誰も。ありがとうございます。
あさぴょんさん、ありがとう。雪だるま、ありがとうございます。ね、会いたいな。公園来てください。お話し会来てください。花粉やばい、なんか喉痛いし、鼻かゆいし、目かゆいし。花粉症じゃなかったのに花粉症になりました。多分花粉症になってしまった。あやかちゃん、ありがとう。ゆき、ありがとう。花粉症じゃなかったのに悲しい。木体外れた。木体すごいよね、なんか結構ずれるよね。うん、七並べ、レカのカード育成してる。ありがとう。対戦もできたらいいね。そう、花粉症だと思う。多分。リトチャーとかより多分当たりやすいよね。ん？違う、リトチャーとかの方が当たりやすいよね多分。だけど ねえ、早くまた話したい。いつ会えるの？次は6枚目で喋れますか？そう、23日は23番だったので、オーディションの番号がレカのファンの方が言ってくれるって。まさぴょんさん、ありがとう。ハート、イタチ当たった？クワトロ？お、え、クワトロの方が多分ファンの方見れると思うから嬉しい。まさぴょんさん、100個、ありがとう。ね、船もなくなっちゃうからね。人気だよね。てるてる坊主さん、ありがとう。パッと100個、ありがとうございます。つだいさん、ありがとう。いちご、4周年をクワトロも嬉しい、ありがとう。初見さん、ありがとう。頑張ってくださいってありがとう。あんちゃん、ありがとう。まさぴょん、ありがとう。デビッドさん、加藤さん、ありがとう。86さん、ありがとう。別に元気ですよ、元気出してって。ミキアさん、ありがとう。86さん、ありがとう。アイコンガチャを回したら本当？嬉しい、ありがとう。レイカのアイコンにした？
アリちゃんさんなのかな、今アイコン86さん、マサピョンさん、ありがとう。僕と当たった嬉しい。初めて生、確かに僕対生。4月もあるのかな。4月ってもう船ないんかな。あるか、いつなくなるんでしょうか。こんにちは。船あるかな。あるか、わからんね。まさぴょん500個もハートありがとう、嬉しい、ありがとう。あ、来月レイカのアイコンにするの。ありがとう。アイコンってなかなか当たらないよね。レイカも1個しか自分の持ってない、なかなか出なかったし、なんかあんまり引かない。昨日は七並べしてたよ、めっちゃ。昨日今日結構してたか。レカちゃんの愛好なの今も。嬉しい、当たるといいね。対戦できたらいいな。そう、あんまりね当たらないんですよ。そうそうそう、推しのアイコンに限って当たらない。そうそうなの。なんか誰かばっかり出たりしない、この子ばっかり出るとか。クリちゃんいちごありがとう。ね、七並べね、難しいよね。レイカは誰が出るかな、よく。あ、レイカもサーヤン結構出るか。七並べインストールしてして、今あれ AKB さんのやつやってるの、ゲーム。誰が多いんだろう、あとレイカ。マリーナさんとこ行こう。マリーナさん、サーヤンよく出る。あ、ユリナとかも結構出るか。フーさん2個ドボン、そう、 AKB さんドボン消しちゃった、やってたのに。全然ルールが分かんなくて、ルール理解できなさすぎてやめちゃった、アンインストールしちゃった。 SKE さんのとかも入れてない。七並べが一番なんか簡単で、簡単だなって思う。頭を使わなくていいから。なんかだいたい知ってるじゃん、ちっちゃい時に一回やったことあるとか。だからなんか結構なんだろう、わかりやすい、誰でもできそうって感じ。ちっちゃい子からお年寄りの方まで理解はできる。はね、大富豪はトランプでやったことあるんだけど、なんか中学生の時に教えてもらって、友達に、その時にやったことあるんだけどもう忘れちゃった。初見です、本当ありがとう。口の色がなきゃリップ塗ってない。ねえ、七並べね、簡単だよね。
ランプだと七並べとババ抜きと何があったっけ、あと神経衰弱とかやってたかな。神経衰弱とか、あとスピードね、めっちゃ流行ったんだけど、そうレイカはねあんまりなんか難しくて、まあババ抜きが一番簡単じゃない？うん、初見さんこんにちは、ありがとう。あやねさん、なんて言うんだ。全部やってる？何を？ババ抜きとか。あと豚の尻尾ってやつがあって、それめっちゃ好きだった。けどもうルール覚えてないの。ジジ抜きもあるよね。ババ抜き、ジジ抜き。神経衰弱はなんか覚えれないから。やっぱりババ抜きがいいよ。え、豚の尻尾好きよね。だよね。めっちゃさ、めっちゃそう好きだったんだけど、でもルールあんまり覚えてないや。ちょっともう一回調べよう。声聞こえなくなった？聞こえる？聞こえますか？聞こえる？なんか電話かかってくるとさ、あ、ほんと？じゃあいいや。電話切るとなんか声聞こえなくなるよね、たまに。うん、よかった、ありがとうございます。聞こえてます、ありがとう。6時になっちゃう、もうすぐ。もっと早くやりたかったな。もっと早くやりたかったんですけど。こんにちは、初見さん。6時になってから男女読むか。ちょっとだけ先輩の配信かぶっちゃうけど、一瞬だけ。初見さん、こんにちは。なんか今日いっぱいいるね。なんて読むんだろう。ナンドナシャンニエル。萌えちゃん、こんにちは。ミキアさん、かわいい、ありがとう。ゆうへいさん、いちご、ありがとうございます。あの七並べのイベントはやることにしたので頑張ります。まあ頑張るって言ってもって感じなんですけど、なんか可能性がなさすぎてすごい申し訳ないんですけど、なんかレイカは結構結果しか 見れない人なので、やることに意味があるっていう考え方があんまり昔からできなくて、これのこのこと以外にも結構ちっちゃい時からなんか結果につながらなかったらあんまり意味ないって思っちゃう人なのでちょっとあれなんですけど、でもまあ今までショールームさんのイベントとかやったことないし、
結局ドライグーさんも全然みんなにいい結果残せなくてあれだったので頑張りますね。10代最後にね、やりたいことできたらいいなって思います。わかる？まあレカはね、素直っていうかなんかいい子じゃないので全然、なんか家庭が大事っていうのがそう分からなくて、努力は大事だけどなんか結果がついてこなかったら、あ、もっとやれたのかなって思っちゃう。ね、6時になっちゃった、ごめんなさい。先輩の配信があるので、ということであのレイカを一押しにしてやってくれたら嬉しいです。3月はなんかいろいろありすぎて自分も並べる時間がなんか怖いんだけど、ちょっと短くなりそうで、だけど頑張ります。ごめんなさい、先輩の配信始まっちゃったかも。13位トーモさん、12位ゆうきさん、11位のりさん、10位 H パパさん、9位オランゲルンダさん、8位トモさん、7位シワイさん、6位デイビッドさん、5位テルテル坊主さん、4位カドさん、3位タナさん、2位エイティ6さん、1位マサピョンさん、ありがとうございますね、頑張ります。みんなもしレイカがレイカがどうする、もうさ葉っぱみたいな水着で海に入ってたらありがとうございました。ではでは先輩方の配信、レイカは有料だよね、あれレイカ見れないんですけど楽しんでください。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ、お疲れ様です。バイバイ。